ヘイヘイ、ケイトリムスター、ディアブロ4やってきてると思います。今日はですね、ディアブロ4の中でもかなり特殊な攻撃になる幸運の一撃なんだけど、まあ、使いこなせるとめちゃくちゃ強いんだけど、この幸運の一撃に隠されたというか、使用上やばくねって思ったところをですね、みんなと共有していきたいと思います。ということで、本日の目次はこちら。1つ目、幸運の一撃について。2つ目、まさかの仕組み発覚。で、最後にですね、ネクロマンサーでの運用例やっていきたいと思います。で、この幸運の一撃ね、これ何これって思ってる人も多いと思うし、で、さらにね、この幸運の一撃、今日ね、解説するやばい仕組みに関しては、めちゃくちゃね、俺はびっくりしたのって、まあ、すべての職業の人が結構役立つんじゃないかなというところでやっていきたいんですが、まあ、そもそも幸運の一撃何っていうね、思ってる方もいると思うんですが、まあ、詳しくは別動画作ってるんで、それ見てねって話なんだけど、超ざっくり言うと、まあ、クリティカルみたいなもんなんだけど、クリティカルとは全く別枠になってます。で、幸運の一撃っていうものが、スキル攻撃のたんびにね、発生して、で、まあ、攻撃にね、まあ、書いてあるんだよね。例えば、基本スキルのボーンスプリンターに関しては、幸運の発生が一撃発生率 17% みたいな感じで書いてあるんですよ。なので、まあ、こんな感じでスキルごとに確率が決まっていて、そのスキルを発動すると、まあ、勝手にですね、まあ、この確率が抽選されて幸運の一撃という攻撃になるんですよ。で、まあ、その時にね、何が起きるかというと、幸運の一撃がね、起きた際に、まあ、一番分かりやすいのが衰弱とかなんだけど、まあ、この衰弱のね、能力見てほしいんだけど、幸運の一撃っていう形で、まあ、書いてあるんだけど、幸運の一撃が発生した時に、この効果がありますよっていう形の説明の書き方ね。で、衰弱の影響を受けた敵に命中すると、最大 15% の確率で、発生中のクールダウンが1秒短くなるっていうのがあって、これめちゃくちゃ強くて分かりやすいんだけど、衰弱っていうですね、範囲攻撃で、まあ、円形の中の敵を全部呪い効果ポンって10秒つけるんだよね。で、その10秒間の間に幸運の一撃で攻撃した場合、15% の確率でクールダウンが1秒減るよっていう話なんだよね。なので、まあこれね、要するに、連発で多段ヒットドルルルってさせると、めちゃくちゃクールタイムがドルルルって下がっていくんだよね。っていう形で、僕はボーンストームっていうですね、クールタイムが60秒もある奥義を結構連発して使ってますって形になってます。なので、幸運の一撃っていうものはですね、うまく使うと超強いんですよ。で、まあいろいろね、まあ、各職業あると思うんだけど、俺はちょっとネクロマンサーをメインでやってるので、他の職業のね、そういったビルドとか詳しくないので、ぜひね、こういうのあるよっていうのあれば教えていただけると嬉しいんだけど、まあ、多分他の職業も幸運の一撃って強いと思うんですよ。で、まあメンデルの指輪っていうですね、やべえユニーク装備とかもあったりして、ネクロマンサーは、幸運の一撃をね、決めた時に、ミニオンがですね、次に攻撃する攻撃がですね、爆発攻撃になって、なんか1万以上ダメージを与えるみたいな、こういうね、やべえ攻撃とかもあるんですよ。自分がその幸運の一撃バコーンぶち込んだら、すべてのミニオンが次の攻撃確定で爆発攻撃で1万3000ダメージ与えるみたいな感じなんで、で10人いれば、まあ、ミニオンが10体いれば、その10体が全員ね、バコーンって爆発の1万3000の攻撃するから、ガチでイカれてるんだよね。っていう形になるんですよ。なので結構幸運の一撃と組み合わせていろいろなスキルを発動すると、幸運の一撃の先にあるスキルね、クールダウン短縮とか、さっきみたいなメンデルの指輪の爆発攻撃とかっていうのを発動させるとマジで強いから、この幸運の一撃っていうね、この発動させる幸運の一撃はめちゃくちゃ大事なんですよ。で、今回ね、ポイントになるのは、まあ話の中核なんだけど、まさかの仕組みというところの話なんですが、この幸運の一撃、反射とミニオンの攻撃にも乗ります。おそらく。はい。これやばい。っていうことになるんですよ。で、ネクロマンサーだと、これめちゃくちゃ感じて、で、俺がなんで最初に気づいたかっていうと、この仕組みに関しては、俺がそのミニオンのビルドをやっている時と、あとはソロのビルド、今ね、ミニオンいないビルドなんだけど、ボーンスピリットビルドなんだけど、まあ2つともね、ビルドの解説動画出してるんですけど、明らかに反射ビルドをやってて、ミニオンを十何匹従えた状態の時と、あとは自分一人の時との、ボーンストームという奥義が、その60秒あるクールタイムがね、減る時間っていうのが明らかに違ったんだよね。ミニオンを従えている時に関しては、で、かつ反射ビルドね、の時は、めちゃくちゃね、ボーンストームが回転率がえぐいんですよ。で、1人の時は大体15秒とか20秒ぐらいなんですよ。ボーンスピリットの時のミニオンがいない状態でのビルドね。一人の時のビルドっていうところですね。スケルトンがいない時のビルドに関しては大体そのぐらいなんだけど、ミニオンがいる状態だと本当にもう終わったらすぐ使えたり、あとは10秒以下でほぼほぼ使えるというやばい状況になってたんですね。なんでこんな反射ビルドってすごいんだろうなと思って。
で調べてみたら、まず反射でもしかして幸運の一撃発生してないと思って調べたら、まずそれで発生してたんですね。で次によくよく実験してみたら、普通のスケルトンの殴りで単純にクールタイム減ってた。なのでそれがマジでやばい。要するにネクロマンサーだと普通はさ、まあ自分の一人称の僕が攻撃した何かが起こす確率がある幸運の一撃っていう話なんだけど、そこにとらわれずになんと自分以外の十何体のスケルトンとかゴーレムが殴った時になんと幸運の一撃の確率がある。で最後までこれは分かんなかったんだけど、幸運の一撃のベース確率が多分あると思うんだよね。まあもともと何も補正しなかったら多分幸運の一撃は何パーセントの確率で出るみたいなのが多分あると思うので、多分ねそれでね発生してるんじゃないかなって思ってます。でまあ通常だとさ、さっきも言ったんだけど、そのスキル依存じゃん。例えばボーンストームだと幸運の一撃発生率が、まあ、44% って今ちょっとね装備の効果で上がってるんだけど、まあ、とりあえずベースは 40% なんだけど、まあ、こんな感じであるんだよね。でこのスキル依存の確率なんじゃないのかなっていうふうに思ってたんだけど、おそらくスキル以外のところで何かしらベースの確率がある可能性があります。っていうのも、まあ、例えばね今僕の装備だと、まあ、レジェンダリーの腕で幸運の一撃発生率 12.3% 上がっているのがあって、ユーティリティ見ると幸運の一撃発生ボーナスっていうのが 12.3% になってるんだけど、これを外した状態で実験してみたんだよね。幸運の一撃発生ボーナス 0% で、でかつこの状態で殴られたらどうなるかってなったら、普通にこの状態でも反射ダメージで幸運の一撃が発生してクールタイムがダダって下がったんだよね。なので謎なんだけど、おそらく幸運の一撃発生のなんかミニマムがあるっぽい。これは予想でしかないけどね。例えばなんだけど、まあ一番少ないのって何パーなんだろうね、幸運の一撃発生確率が十何パーとかになると思うんだけど、まあ17パーのボーンスプリンターとかがネクロマンサー低かったりするんだけど、低い部類だとね。でこの多分17パーとかより全然低い5パーとか2パーとか1パーとか分かんないけど、そういうですね一番のなんか加減みたいなのが多分0パーではなくて、どの攻撃にも0パーじゃなくて数パーセント幸運の一撃が発生するように多分ねなってるっぽい。なので反射とかあとはミニオンの通常攻撃に幸運の一撃が乗ってるみたいなんだよね。でもしかしたらその幸運の一撃自体が通常攻撃とかスケルトンただの殴りとかね、あとは反射攻撃とかにも設定されてるのかもしれないし、幸運の一撃全体で最低限 2% とか 5% は絶対出るよねっていうような、そのなんていうかな、 0% では絶対ないみたいな何かしらの攻撃がっていうような設定をされてるのかもしれないよねっていう形なんですよ。でまあ、要するに反射とかミニオンで乗るんですよ。でもしかしたらこれは僕の想像なんだけど、キャラ持ってないから分かんないんだけど、ドルイドだと狼とか確かいるじゃん。でローグだと自分のシャドウがいるじゃん。あそこら辺ももしかしたら幸運の一撃発生するかもしれないです。まあ、ぜひね試してみてください。はい、教えてくださいコメント欄とかで。なのでこれを使うことによって特にネクロマンサーめちゃくちゃ恩恵受けるんだよね。ということで最後にネクロマンサーでの運用例という形をやっていきたいと思います。でこのネクロマンサーでの運用例に関してはですね、まあ反射ビルドのビルド解説を見ていただければまあ結構一目瞭然なので、まあ、そちら見てくださいみたいな感じになるんですが、それだけじゃ面白くないんで、いろいろな効果を試してみたんですね。でその結果ですね、要するに1個だけね、1個だけ反射のカゴをつけておけば、その反射のカゴが幸運の一撃の可能性を秘めてくれているのでめちゃくちゃいいですっていう感じなんで、ミニオンがいない場合でも、まあ、宝石のソケットのスロット1個だけとかにこの緑のね宝石っていうのは基本的にはですね反射攻撃のカゴになりますので、これを入れていただければ、何もしないと反射のカゴゼロなんで反射攻撃起きないんで、これを入れてもらってやってみるといい感じだと思います。これねかなり強いです。これやるだけで少しだけ幸運の一撃がですね発生する可能性が高くなるので非常にですねいい感じです。でさらにですね、やっぱりネクロマンサーの場合ミニオンがいるとマジでやばいから、本当にやばい。
クールタイムがバキバキに減るから、例えばさ今さみんなさネクロマンサーだとすごい使いづらいなっていう風にさ思ってる、あの奥義とかあると思うんだよね。僕も今思っててビルドどうしようかなって悩んでるのがあるんですよ。そうなんです、死者の軍勢、これね。で死者の軍勢に至っては、まあ、死者の軍勢自体についている幸運の一撃が 72% ってクソ高いんだよね。なのでこれでクールタイムをね下げたりとか、あとはですねこれを持っておくということは、基本的に死者の軍勢を持つビルドってミニオンを入れてるビルドの可能性がすごく高いんですね。なのでミニオンを大量に持っていて、でそのミニオンがぐわーって幸運の一撃で衰弱効果でどんどんクールタイムを下げて死者の軍勢を連発して出せるようになるんじゃないかなって今ちょっと考えてるんだよね。まだちょっと組んでないんだけど。なのでそういったことができるし、あとはもういろんな人がもう使ってるからすごいね、このネクロマンサーの中ではめちゃくちゃ王道なビルドにはなってるんだけど、ボーンストームを使った状態でボーンストームを当てれば自分の HP の何パーセントかの障壁を得るっていうのがあるんですよ。まあこれなんだけど頭につけてるんだけど、ボーンストームが敵にダメージを与えるごとに10秒間基本ライフの 5% の障壁を獲得するっていうのがあるんですね。で、これをやるときにもめちゃくちゃ強くてクールタイムがすげー減るんすよ。反射の加護の宝石をつけていて、反射の可能性がある状態でボーンストームで敵陣に突っ込めるんですね。まあちょっとナイトメアのティアが高くなるとこれきつくなるんだけど、なんだけど、まあ、結構ですねいけるんですよ、ティア20ぐらいまでだったら。なのでそこら辺で突っ込んでって自分にダメージをもらって自分の反射で幸運の一撃をたくさんばらまくもあるし、でさらに言うと反射ビルドでも紹介した反射ダメージの攻撃をですね周りに範囲攻撃としてバンって与えるっていうものがあるんですよ。どれだっけ、あこれだね、これなんだけど、反射のダメージを与えると 38% の確率で周囲の敵全てにダメージを与えるっていう形。反射攻撃って通常は1対1で向こうから攻撃されてこっちが反射ダメージを返すっていう形なんですよね。なので10人に取り囲まれたら10人に対してバンって返すんだけど、これをつけると 40% の確率でそれが一個一個の攻撃が1対1の打ち返しじゃなくて1対1を打ち返して後に範囲攻撃バンってそれが広がるんだよね。なのでこれでめちゃくちゃ幸運の一撃が出やすくなるという形になります。なのでここら辺考えるとやばないっていう風な形の反射ビルドです、はい。なので反射ビルドが異常にクールタイムの減少が早かったっていうのが俺としては、あなるほどねっていう風に思ったんだよね。なのでこの幸運の一撃がネクロマンサーめちゃくちゃ恩恵受けるから楽しいビルドめっちゃ作れそうって、これナーフされそうじゃないあれあれこれナーフされそうな気がしてきた今話してたら俺のおもちゃを取り上げないでくれよこんな楽しいのにっていう感じなんで、みんな直されそうなんで今のうちに楽しんでもらえると幸いです、はい。でまあ俺ネクロマンサーしか使ってないんで、メインではね、まあ、ちょっとバーバリアンサブで遊んでる程度なんでネクロのことしか言えないんで、ぜひねみんなね他の職業こういう風な活用法あるんじゃないかとかコメント欄でねいろいろねあれば教えていただけると幸いです、はい。っていう感じなんでですね、なんと今日はですねまさかの性能ですね、まあもともと知ってる人もいたかもしれないんだけど、まあ、たまたまですね大きくクールタイムの差があって気づいて、でよりね生放送でみんなと一緒にあれこれこうじゃないこうじゃないっていう風な感じでなんかいろいろやってったら、あれ結論幸運の一撃反射とミニオンの攻撃にも乗るし、これやばくないっていう。で数の暴力でやる反射ビルドとかこの効果を使えばとんでもない感じになるよねっていうので、俺マジでびっくりしてすげーってなって、これやると俺の反射ビルドめちゃくちゃもっと生きるじゃんみたいな感じで反射ビルドの死者の軍勢バージョンとか作ってみちゃったりしようかなというふうに思ったりもしてますので、これをね利用してもらえると結構ねミニオンビルドってまあミニオンがすぐ死んだりしてあんまり強くないよねって言われたりするんだけど、反射ビルドとかまあ結構ね使えば使うほどだんだんですねいい感じになってくるので、まあそこら辺でですねまあこういった幸運の一撃をたくさん出せる状況でまあたくさんいろんなね幸運の一撃からのクールダウン現象とか、あとはメンデルンの指輪とかもそうなんだけど、まあ、メンデルンの指輪とかはですね幸運の一撃でバコーンって1万以上のダメージをミニオンが与えるんですよ、次の攻撃でっていうやばい感じなので、そこら辺ですねぜひね皆さんですね見ていただけると楽しいんじゃないのかなというふうに思ったりもしますので、ぜひですねそんな感じで幸運の一撃みんなと一緒にいろいろ開発できたら面白いかな
なと思います。幸運の一撃はその先にスキルがあって、スキルがあるということはビルドが派生していろんな形になるから、そこ結構面白い部分で、ビルド考えるのマジ楽しいからこのゲームで。なのでそんな感じでまあいろいろですね、これを試してもらえると、あとはあの教えてもらえると、なんかいい結果があったらはいお願いします。僕もいろいろビルド作ってるんで、はいっていう感じでみんなとですね楽しく幸運の一撃を開発いけたらと思います。はい、っていう感じでですね、 KTR ゲーミングではこんな感じでいろんなですね情報系とかニュース系の動画ね、あの毎日動画出してるんで、ぜひですね皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。でさらになんだけど、生放送でいろいろね自分のキャラの育成とかいろんなねあのビルドの実験とかやってるので、まあ夜中心にやってるかな、なので生放送も遊びに来ていただけると幸いです。っていう感じでですね、今後ともですねよろしくお願いします。一緒に遊んで、日本コミュニティですね、あのディアブロそんなにねアメリカコミュニティと違ってあの大きくないんでね、みんなでね盛り上げていければいいんじゃないかなと思ってますので、ぜひあの今後ともよろしくお願いします。という感じで本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。